こんにちは、ブルホスです。今日は失敗しない人ってどうなのっていう話をね、していこうというふうに思います。まあ、結論言うと信用するのは微妙ですぜっていう話ですね。まあ、よく、ね、なんか有名なドラマでありますよね。私、失敗しませんから、楽天モバイルっていうね、あのドラマの主人公のセリフであったりしますよね。ところが、まあ、現実世界ではこういう人っていうのは信用するのは難しいわけなんですよ。まあ、なんでかっていう話は、まあ、これからどんどん深掘りをしていくんですけれども、まあ、様々な会社がある中で、目標必達っていうのは当然ながら掲げていますよね。利益何パーセント確保しろとか、売上いくら達成しろとかですね。まあ、なんとかの商品をいついつまでに作りなさいみたいな、そういう話ってあると思うんですよ。で、これっていうのは、従業員に葉っぱをかけるためにいろんな標語っていうのがあるということですね。お客様満足を向上するためとか、ね、家族の社員を幸せにするためだとか、社会貢献だとかっていろんなあるんですよ。で、常に目標を達成している人間っていうのは、果たして本当に信用に値する人なのだろうか、あるいはやり手できる人なのかっていう、まあ、そういったね、今日疑問に答えていくっていうのがお話になっていきます。じゃあ、目標達成をしている人、し続ける人っていうのは果たして有能なのかっていうと、経営者の目線で見ればなんですけどね。常に目標達成してくれる存在っていうのは確かにありがたいんですよ。だから信用とか信頼も寄せやすいっていうのは言うまでもない話なんですね。ところが、よくよく見ていくと、常に目標が達成できるように低い目標を掲げていないかっていうことをまず疑うべきっていうのが大切だということです。誰でも達成できるんですけど、まあ、絶対数ではなくて、まあ、達成できたかどうかだけで評価っていうのを下されているだけだったりするケースもあるんですよね。その上司とマネージャーとか会社の社長とかね。っていうのも、社長も、なんて言うんでしょうね。実数は大事ではあるんですけど、いちいちそんな各社員がどれだけのパーセンテージ達成してるかくらいしか見る余裕っていうのがないんですよ。ご自身のマネジメントとか会社の経営判断とか方針を考えたりとか日々過ごしていく中で、社長ってめちゃめちゃ忙しいですからね、特にそれが中小企業とかベンチャー企業の社長になってくればめちゃめちゃ忙しいので、一時その詳細まで見ていることができないから、パーセンテージで達成したかどうかってだけ判断するという、そんな感じなんですね。で、ところがピーター・ドラッカーね、あの経営者の神様の一人ですけれども、なんかでは著書のマネジメントって呼ばれる本の中で、こんなことを書いてるんですね。成長っていうのは長期的なものですと。で、間違いとか失敗をしないものに関しては信用しちゃならないと。だから楽天モバイルの人は信用しちゃいけないってわけなんですね。あ、まあドラマの世界ですけど。で、それは見せかけであるか、要は実力がない人なのか、無難なこと、まあ、くだらないこと、くださないしですね。くだらないことにしか手をつけていない結果だってことなんですよ。で、成果とは打率である。この話は後ほどします。で、弱みがないことを評価してはならないと。だから達成できないこととか、営業力はあるけど開発力はない、その逆もしかりっていうことを、そういった部分だけを切り取って評価しちゃいけないですよと。で、そのようなことでは意欲を失わせてしまうと。で、人は優れている人ほど多くの間違いを犯すんで、優れている人ほど新しいことを試みているんですよっていうことをきちんとそこを評価してあげてくださいということをピーター・ドラッカーが言ってます。で、目標達成っていうのは確かに努力の証なんですね。確かにそうであるべきことっていうのは間違いないんですけど、毎回達成している人がいたとしたら、それは疑った方がいいんじゃないかっていう話なんですね。で、失敗できない状況があるっていうのが、まあ一つ、まあなんていうんですかね、社会とか会社での問題なのかなっていう気はするんですけどね。まあ、人間っていうのはどちらかというと、チャレンジをするっていうよりも、保守的に生きたい人間、生きたい性格がもともと備わってるんですよね。なんでかっていうと、冒険してチャレンジして命を失うくらいだったら、今のままちょっとしんどい状況だったとしても維持した方がマシだっていう、まあ、精神があるからなんですよね。で、例えば企業で画期的なイノベーションっていうのが起こらないのは、そういった保守的な考えがあって失敗を避けたがっているからなんですよ。で、サラリーマンなんかっていうのは、そのどれだけ達成したかっていうよりも、ミスをしたことによる減給とかボーナスカットの方が大きいわけなので、人事評価っていうのは達成したことより失敗した方が大きいと。だから無難に目標達成した方が大きく評価されなかったとしても、達成できなかったことによって、じゃあお前は来期ボーナスカットだとか、来年の昇給は1万円を考えてたけど5000円しかやらないっていう風にマイナスにならない方がマシだっていう考え方が根付いちゃってると。だから窓際族ができたりとか、最近だったら2チャンネル解説者の ひろゆきさんが無能な社員をカットできないのがなんだかなみたいなことを言ってると、そういうことに繋がっちゃうってわけなんですよ。で、チャレンジっていうのを打率で考えてみてくださいと。で、
もしあなたが今の会社で無難に過ごしたいというふうに考えているんであれば、今からの話っていうのは全然関係ないので、もうこの動画この場で切っていただいて問題はないんですけれども、自分の人生を今の会社だけにとどまらないところでうまく活かしたりとか成功したいと、まあ大物になりたいということを考えているのであれば、今これからの話ぜひ見ていただけたらと思うんですが、プロ野球選手であったとしても打率のいいバッターっていうのは通常3割超えって言われますよね。うん、野球がわからない方は、例えばそうですね、バスケとかだったら、フィールドゴール、ツーポイントシュートはトータル 50% 以上、スリーポイントだったら 40% 以上でプロシューターとかって言われてる、プロシューターというか、シューターの中でも非常に優れている選手と言われたりしてるんですけど、じゃあ、会社で置き換えたときに、新しい事業を成功させたりとか、起業して体制するっていうのは、さらにその確率っていうのは低くなるんですよ。もう10個やって1個うまくいくか、はたまた100個やって1個うまくいくかっていう、もしくはもっとですね、ちょっと知り合いがね、製薬会社に勤めてたんですけど、もう2万、3万とかっていう薬を開発して世に出てくるのは1個とか、そういう世界だったりするんですよ。つまり、世の中って失敗の数の方が多く溢れてるわけなんですね。しかし、成功にしかスポットライトが当たらないから、我々はそれを知ることしかできないんですけど、実際はその裏で何百何千っていう、もう失敗がはびこっているというところなんですよ。だからこそ成功するときの喜びは大きくなりますし、ところ大きくなるわけなんですけど、残念ながら失敗を避ける人っていうのは、そのやったーっていう喜びを味わう瞬間っていうのを、ミスミス逃してしまっているわけなんですよ。で、だからこそ大きくバットを振り抜いて、当たればラッキーホームラン、空振ったらもう一丁っていう気概でやるっていうことが大事だったりするんですよ。で、いろんなことにチャレンジする方が実は人生豊かにすることもできるし、失敗しようが失敗しなかろうが、いろんなことをこう未知の世界にチャレンジしている人たちの方が、人生トータルで見た時に幸福度が高いっていう結果も心理学的に出たりしてるんですよね。で、例えば僕の話なんですけど、 YouTube 今ね、こうやってやったりとか、筋トレやったりとか、読書でいろんな知識蓄えたりとか、家族がね、嫁さんと子供がいるんで、毎週こう土日を中心にちょっと主婦として料理をやったりとか、子育てもいろんなことをチャレンジしながら、嫁さんにいつもあんたそんな言葉がやめてみたいな怒られちゃったりしてるんですけど、いろんなことをやって失敗してね、嫁さんに怒られて落ち込んでって、でもやりがいを続けて、ちょっとしたなんて言うでしょうね、筋トレでも自分の体がちょっとずつ変化していることが楽しいですし、 YouTube でも、わずかだったとしてもいろんな方が視聴していただいているということは非常に喜ばしいことですし、子育てだって子供が成長して、やっぱりいろんなことでニコニコ笑ってくれるその瞬間を見ることっていうのはすごく楽しかったりするんですよ。当然仕事も、僕は今営業職っていうのをやってまして、営業の中でもやっぱりうまくいく月とうまくいかない月で、社長からガーガー言われる時もあれば、よくやったって、たった一言ですけどねぎらいの言葉をもらう瞬間ってもあったりするんですよね。いろんなことやってて、確かにうまくいってるなっていう実感が湧くことってなかなか少ないんですけど、そういって失敗とかうまくいくっていう、その波を繰り返すこと自体が楽しいから、いろんなことやってるっていうところなんですよね。はい。一日平等24時間っていう中で、いろんなことにどれだけチャレンジするかっていうね、毎日マンネリ化してなんか辛いなっていうことがあったとしたら、それはもしかしたらあなた自身が失敗しない人になりか、なりかけているか、もしくはなってしまっているかっていうところに、危惧を覚えた方がいいかもしれないという、そんなお話です。ですんで、失敗してもいいから、いろんなことチャレンジした方がいいよっていうのは、いろんな成功者が言ってることなんですけど、そういう意味からでも言えるという、今日はお話でございました。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。また次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったな、という方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですね、コーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方は、コメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。